まあ、聞いておくれ。この場所、覚えてる。大きなお侍さんたちの家だ。ここに住んでおったのか、ユキちゃんよ。お母さんと長くはなかったけど。ほう、なぜここを離れた。何かあったのかの。嫌なことがね。ずっと前に、そう、こんな感じだった。なあ、あんたんたる記憶じゃったか。すまぬ、忘れてくれ。城へ向かおうかの。引きつけるんじゃ。何してんだ。十分じゃ、戻ってこい。膝はつく、首は臭い。続けろ。幸運じゃな。うん、位置についたわい。おお、やったぞい。役人を倒したぞい。敵の士気は弱まっている。進撃だ。別の役人が倒された。突破するぞ。再び共に困難へ立ち向かうことになりましたな。あんたと働くの割と嫌いじゃない。それは光栄な話だ。何でもないな。紛らわしい風だ。あの音は風を散らしちゃいかん。シリフ、準備完了。この闇に紛らわしい風だ。さらに進撃だ。進め、将軍のため。最後の質問じゃ、ユキちゃんよ。わしはどうやって銃の音を消したと思う。それは、そうだな、難しいことわからないよ。人生とは素晴らしい先生じゃよ。せっせっせっせろ。嫌わしい風だ。さらに進撃だ。進め、将軍のため。最後の質問じゃ、ユキちゃんよ。わしはどうやって銃の音を消したと思う。それは、そうだな、そんな難しいことわからないよ。人生とは素晴らしい先生じゃよ。人が指導してくれた時にしか分からぬものもいくつかある。徳馬様、わしの手ほどきを受けてみるかのう、ユキちゃん。つまり先生ってこと。それがお主の望みならのう。本当、はい、教えてほしいです。戦場で弟子ができるとは思わんかったのう。
に染みるの。手に入れた。近くにいるな。後ろの底か。外壁はさほど遠くない。では死に望むとするか。無限。俺がいただく。近くに。後ろの底か。外壁はさほど遠くない。では死に望むとするか。無限、聞かせてくれ。なぜいつも死を求める。名誉の死はそれほどまでに大事なものなのか。上様に仕える者として当然のこと。ハヤト殿も拙者と同じで。いや、俺はただの雇われ傭兵にすぎる。主とは違う。やはりわからぬ。名誉にいかほどの価値があるというのか。そんな命の代わりになどなればと。貴殿はなぜこの混沌へ拙者についてくる。金欲しさゆえか。いや、俺は責務を持ち、責務に生きる人のあるべき姿と言えよう。何も拙者の使命を理解せずとも構わぬ。だが己が使命はしかと心に抱かれよ。大したことではなかったんじゃが。後ろにおられるか。ああ、ここだ。ここじゃよ、ユキちゃんもじゃ。よし、急ぎ供給庫を破壊いたそう。塔にはもう登らん。
中距離動くのがよかろう。膝はつく、首はぐさっ。逃げちゃダメでしょ。終わりだ。収めるであろう。骨のある人だ。手に入れた。年を取ったかね、無限殿よ。おのこにとって年を重ねるは誇り、貴殿が何よりの証。賢い言葉じゃ。うん、賢いぞ無限殿よ。うん。火縄銃準備完了。反乱軍は準備を失った。今こそ好機、おっこととの戦いの覚悟を決めようぞ。
気をそらさないと。今の音は風か。なんでもないな。あの音は。何か聞こえたような。紛らわしい風だ。何でもないぞ。そうだな、妙な男がいたぞ。今のは聞こえたような。気を散らしちゃいかん。最後の一発。